1年度の J1 復帰を目指しています。昨シーズンはともに J2 を戦った両チームの対戦です。鹿島ルイソル対ビファーレン長崎の一戦です。さあ両チームの選手がピッチに入場してきました。向かって左が鹿島です。そして右がアウェーのビファーレン長崎です。さあメンバーをご紹介します。柏です。ご覧の並び、前節と同じメンバーですが、ゴールキーパーが中村、小池、染谷、鎌田、古賀の4人、シャルジソンがそこ、大谷がいて、右ガブリエル、そして瀬川がいます。最前線オルンガなんですが、あとクリスティアーノがどこに行くかというところですかね。長崎のメンバー、こちらは5人メンバーを入れ替えてきています。ゴールキーパー徳重、ディフェンス徳永、宇佐美、角田、亀川、黒木と磯村がそこに入って、右を塩川、左に沢田、最前線玉田とツートップを組むのが小屋です。まあ、中盤は3人メンバーを変えて、それから、まあ、ガンバから加入しています小屋を、まあ、この初めて先発に持ってきました。さあ奪ってショートカウンター気味にいきます。瀬川、3人囲みますが裏に出して、あオフサイドはなくった、チャンスになった、クリスティアーノ流して、これはオフサイドだ。自分で打たずにパスを選択しました。最初止めた時にクリスティアーノ少しね、ボールが自分が思ったところに止まらなかったんですよね、はい、左見ました。瀬川にいいボールが通る、回っていきます古賀、瀬川シュート打った、こぼれて古賀、先制柏レイソル。素晴らしい攻撃でしたね、はい、右で作ってサイドチェンジが入ってからですね、瀬川に収まって古賀が上がって少し引っ張って、ここのサイドチェンジからですね、質の高いボールが入って、古賀がオーバーラップすることによって少し引っ張られましたよね。そして瀬川が内側に入ってシュートと、そしてもう1回セカンドボールを古賀が拾って最後フィニッシュと。さあこれ前向きに取りました。そしてオルンガーのところスペースを走らせていった、これも狙っていった、オルンガー、柏2点目。まあ、このボールを大谷がカットして1本目の背後へのランニングとパスの質ですよね、はい、そしてこのリーチの長さ、ここですね、ボールを奪って最初のパスのこの質ですよね。そして背後、ここから足伸びますよね、クッと、まあ、日本人だとこのリーチはないんで間違いなく、この得点は奪われなかったと思うんですけど、はい、形で入っている柏が先ほどご覧いただきましたが、もうすでに柏シュート5本で長崎からシュートなし、これもオフサイドなく抜けていきました。ガブリエル、中まっているオルンガ超えた、瀬川、そしてクリスティアーノ、瀬川のビッグチャンスでした。いい攻撃でしたね、惜しかったですね。柏の攻撃が一方的に続くこの40分間、またここもチャンス、相手クロン、面白いことオルンガー、今日2点目、3対0柏レイソル。高いですね、あとはクリスティアーノのキックの質、はい、まあ、パーフェクトじゃないですかね。アウトスイングで少し、まあ、スタンディングで飛んでますけどね、まあ、フリーでしたね。さあここ持ち上がっていった角田、ここは裏です。今左にいます小屋、そしてもう一人上がってきた磯村、磯村通る、回る、中空いた、アドバンテージ、シュートにいった、初シュートになりました。ラインじゃないですかね、はい、あー来ましたね、遠目からモーション入ってクリスティアーノ、いや距離はありますけどねまあ彼のシュートレンジなんですよね、関係ないですね。運んでいって中入った長谷川を落とす、ああ面白いプレーでしたけどね、はい、さあまた来た、こちら明らかに裏を狙ったオルンガ、オルンガ、オルンガ、ハットトリックとはなりませんでした、わずかに右でした。いや背後のランニングの質も高いですよ。
なかなかこう長崎の方はボールを握られると奪うのは大変ですね。江坂はみ出れた。オレンガオレンガライタイミングでしたね。江坂ね、いいボールを入れていきました。ただ徳重もいいセーブを見せました。攻撃には出られるようになってきています。大竹が入れます。今度は中田弾く、拾った、磯村ミドル入れますが打たず、流した玉田、玉田折り返す、チャンスだ。キーパー中村よく触った。まだある。大竹間に入りますが、いやービッグチャンスでした。まあ、磯村が中央で受けてボックスの中、玉田、そしてクロス顔面ですね、はい。まあ、よく止めましたね。ここ玉田もよく折り返してね、最後イサンミンですかね、はい。さあ目安の6分台に入りました。ここで山本レフリーの長い笛です。そしてファンは立ち上がってこのイエロー黄色の選手たちに拍手を送ります。攻めというところに注目も集まりがちですけれども、この守りというところでも非常に良さを見せた柏レイソル。